東京港区の増上寺で11日、安倍元総理の通夜が行われました。およそ2500人が参列しました。母主は昭恵夫人が務め、岸田総理大臣をはじめ自民党の麻生太郎副総裁や茂木敏充幹事長、安倍内閣で官房長官を務めた菅義偉前総理大臣、経済産業大臣を務めた天井明氏や 防衛大臣を経験した稲田朋美氏など、安倍政権を支えた人たちが足を運びました。政財界を中心に関係が深かった方々、およそ2500人が参列しました。12日の告別式の後、安倍元総理を乗せた車は、斎場に向かう前に自民党本部や国会、そして総理官邸を回り、最後のお別れをすることになります。